懸水は運動の一つ。一般的には、高い棒に手をかけてぶら下がり、腕や後輩筋、大円筋の力を使って、顎が棒の高さに来るまで体を引き上げるものを指す。ただ、体を持ち上げることが目的ならどんなやり方でも構わないが、筋力を鍛える目的ならば、正確なフォームで行わないと効果が半減してしまう。目的部位にきちんと効かせる検水を行うことは、 初心者には困難であるので、専門家の指導を仰ぐのが無難。腕力のない人のために、斜め懸水というものもある。これは棒を持った状態でも、余裕で足がつく。子供用鉄棒などが使われる。地面を足につけて、体を斜めにした状態から腕の力を使って引き上げるものである。地面に足がついている、体が垂直ではなく、斜めになっているため、 腕への負担が軽減される。女性用の体力測定などでよく使われる。1964年から1998年までは、スポーツテストの項目に懸垂、または、斜め懸垂が入っていた。体操競技種目の釣り輪や鉄棒などで、懸垂の動きが用いられている。懸垂は、ウェイトトレーニングの一つとしても用いられる。懸垂運動では、後輩筋、大円筋、 上腕二頭筋、前腕筋群が主に鍛えられる。英語では、一般的に、順手の懸水を、プルアップ、逆手の懸水を、チンアップと呼ぶ。懸水は一つの種目で、多数の部位を鍛えることができる優秀な種目だが、元々の筋肉が足りていないと、体を数回引き上げるのが、精一杯で、フォームなど二の次という状態になってしまう。アンダーグリップチンニングアンダーグリップチンニングヒール。 エレベーテッドチンニングヒールエレベーテッドチンニングスターナムチンニングスターナムチンニングナローパラレルグリップチンニングナローパラレルグリップチンニングワンハンドチンニング親指をまかないサムレスグリップでバーを持つ薬指と小指でしっかりと握り他の指は軽く添えるようにする引く動作と同時に肩甲骨を寄せるように意識する握力が不足している場合はストラップを用いる リストストラップで固定すると肩甲骨の動きが出やすい。バーに手をかけてぶら下がる。手の幅は、引き切った時に、肘がほぼ直角になるような幅で行う。背中に、自然なアーチを作り、息を吸いながら、バーを鎖骨に引きつけるイメージで体を上げていく。バーが、顎の高さに来たら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。バーに手をかけてぶら下がる。手の幅は、 肩幅よりやや広く取る。背中に自然なアーチを作り、息を吸いながら、バーを溝落ちに引きつけるイメージで体を上げていく。腕を直角以上に曲げず、上体がバーに対して斜めて前方向に上がる。バーが溝落ちのあたりに来たら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。バーを握ってぶら下がる。手の幅は肩幅よりやや狭く取る。息を吸いながら、 バーを鎖骨に引きつけるイメージで体を上げていく。上腕に通す時の力で上げるように意識して、肩甲骨をできるだけ動かさないようにする。バーが顎の高さに来たら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。両手の手のひらが向かい合うように、V バーを握ってぶら下がる。息を吸いながら、バーを鎖骨に引きつけるイメージで体を上げていく。バーが顎の高さに来たら、 息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。バーを片手で握ってぶら下がる。体はバーに対して横向きになるようにする。息を吸いながら、バーを首の付け根に引き付けるイメージで体を上げていく。バーが顎の高さに来たら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ジンニングバーがついている。パワーラックのジンニングバーと、 反対側の高い位置にバーベルをセットし、その上に足を乗せて行う。パートナーがいれば、バーベルの代わりに、パートナーに足を持ち上げてもらう。足を高い位置に置き、バーに手をかけてぶら下がる。背筋を伸ばして、自然なアーチを作り、上体をまっすぐに保つ。息を吸いながら、バーを胸に引きつけるイメージで体を上げていく。バーが胸につく位置まで来たら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。 二から三を繰り返す。ありがとうございます。